どうもバルーントレジャーハンターのチョコです。今日も風船のお宝を楽しく作って探していきます。今日のお宝はこちら。小さめのまん丸のバブルを2つ作っていきます。それからそれをまとめ上げて口巻きを通しピンチツイストします。そして指4本くらいのバブルをひねってからまた同じものを作っていきます。次に最初に作った指4本くらいのバブルのものをまた同じように作っていきます。それから先ほどのバブルよりもちょっと大きめのバブルを作ってまた同じものをもう一つ作っていきます。それから風船を潰しながら空気を抜いて指4本くらいのバブルに絡めていきます。ここの部分に引っ掛けるように絡めます。で、空気を潰して抜きながらまた同じように引っ掛けるようにして絡めてもう一つ同じものを作っていきます。ピンチツイストに引っ掛けて、それから残ったバブルを半分くらいにひねります。それをピンチツイストの部分に引っ掛けます。それから形を整えていきます。できました。今回は100均のバルーンで風船の貝を作ってみました。サムネで使ったのは100均のバルーンではないんですけども、こういう風に銀色で作るとこんな風になります。で、いろいろな色で試してみてください。ピンクだとこんな感じで可愛いですね。
で白だとこんな感じ。はい、ここの最後の部分のバブルなんですが、これは風船の種類やメーカーによって若干形が異なってきます。それでは皆さん、さようなら。